皆さん、こんにちは。脳梗塞リハビリセンターの福田です。本日もよろしくお願いします。本日の内容は、手の指についてのお話です。福田のリハビリメモ、手の指についてをご紹介します。脳卒中の肩麻痺、後遺症になってきますと、指どうしても力入っていて握ってしまう方って非常に多くいらっしゃると思います。握るタイプもいろんなタイプがあると思うんですけれども、その中でですね、チャンネルの中でもいろんな練習とかをお伝えしてきましたが、今日は一つ考え方についてご紹介したいと思います。この当リハビリセンターでもですね、やはりこうどうしても握り込んでしまうっていう方非常に多くいらっしゃいまして、その指をなんとか開きたいというご希望の方が非常に多くいらっしゃいます。その時にまず必ず確認していくことなんですけれども、この手をどういうふうに使っていきたいかということを必ず初めにご相談をしていきます。これが何が必要になってくるかというとですね、指を開くっていうことになると、イメージしてやっぱり握っている手っていうのがこう開けるといいな。で、じゃあその次に開けた先に何があるのかっていうのを一緒に考えていきたいです。例えばですね、日常の生活の中で両手を使うことってどんなことがあるかって考えてみましょう。例えば右利きの人で左の麻痺がある方でしたら、こう握り込んでしまってお茶碗持ちたいけど持てないよとか、ボタン止めたいけれどもうまく両手では止められないよ、ファスナー閉めたいけど閉められないよとか、さまざまな場面であるんですけれども、今挙げた項目なんですけれども、どの程度の指の開きが必要だと思いますか？ちょっとお茶碗の持つ手やってみましょうか。こんな感じですかね。このぐらいになるかもしれません。じゃあボタンを入れる時の服を押さえておくということにしてみましょう。こうボタンを今外しました。右手でボタンを入れ込む時にここがよれてうまく入らないので固定をするということですね。ここで固定をしてあげて入れ込むですね。このぐらいの指の開きです。はい、ということで、生活場面の中で必ずしも指を伸ばしきるっていう場面はかなり少ないです。強いて言うと、例えばお顔を洗う時とかですね、あと手を振る時とかね、こういう時は完全にパーの手に近いですけれども、その他の場面っていうのは何か物を持って活動すると思うんですが、物を持つ大きさによって指ってやっぱり若干曲がってますよね。つまり大事なことは指を完全に伸ばしきるんだっていうことではなくて、その何か目標に向かって適切な指の使い方ができるかというところが一番主眼に置くところです。で、もちろんこう大きく広い手を作った方がコントロールが容易になりますし、非常に大事なことなんですけれども、なぜこのように何か目標に向かってそのうまく使うための手が必要かっていうところを今からご説明していきます。よく病院でもこう前に手を伸ばしてくださいという形で腕を伸ばす練習ってね、今までリハビリでやられたことって結構あると思います。ちなみにこの腕を伸ばす動きっていうのを学習するために1日何回ぐらいやった方がいいと思いますか？10回、20回、30回。実はですね、腕を伸ばす練習学習していくためには300回ほど必要かと言われています。それぐらいやはり何か動作を学習していくっていうには反復した練習が必要です。この反復した練習っていうのを自宅の中で行うっていうのが、時間をとって300回何かをするっていうのはとっても大変ですよね。なのでまずできることとしては、生活の中でいかに使う機会を増やすかということが非常に重要になってきます。そうするとですね、指を完全に開くような練習をしていくっていうよりも、例えば先ほどのボタンを止めるときに服の固定ができるようになるとか、服の裾を少し引っ張れるようにするだとか、これですと指がそんなに開かなくても練習していける内容ですね。かつ手指を使う機会が増えます。
ゆくゆくそういう手の使う頻度がまず増えていくと、手が良くなる可能性っていうのはどんどん出てきますので、さらにステップアップした練習になっていく。指が開きづらい方でしたら、こっちよりもこっちの方がね、開く量が大きいのでちょっと難しそうですよね。こういうことが慣れてくると、ちょっと手のコントロールが効きやすくなって次のステップに進んでいけるという形です。ですので、どうしても握ってなかなか開かないっていう場合の時には、まずはその開いていくことによってどんなことにつなげていきたいかなっていうのをぜひ考えていけるといいです。ただ一人で考えるのってこれとっても難しいことなので、今何かしらのリハビリに通われている方でしたら、ぜひそこの理学療法士さんとか作業療法士さんとかにご相談しながら、まず生活の中でどういうふうに使っていくかなっていうことをぜひ相談してみてください。本日はこの手のリハビリについての考え方について紹介しました。どうしても硬くなっている指っていうのは、もちろん開いてリラックスしている状態になりたいっていうのはあるんですけれども、回復過程を考えていく中でいかに頻度を保つか、運動する量を上げていく、使う量を増やしていくのが重要です。そのためにはまず今の状態でできやすいところですね、そんなに開かなくてもできるような活動のところから練習をしていって、まずはそれを生活の中に反映させて、どんどん使っていくとまたレベルアップしていく、こういう形が一つ指のリハビリの考え方としてご提案させていただければなと思います。本日は手の指のリハビリの考え方についてご紹介しました。また今回考え方ですので、一人で考えずにお近くの専門的なスタッフとご相談していただいたり、場合によっては近隣に脳梗塞リハビリセンターがあればぜひ来てもらえると嬉しいかなと思ってます。何かご質問とかありましたら、下記のコメント欄に何でもお書きいただければと思います。それではまた皆さんお会いしましょう。